花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。今日川崎 FM ですね、音楽魂ということでね、今日天気がすごくちょっと秋めいてきたようなね、涼しい、ね、感じですけどもね、おなじみ高島子さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、一段と年季が入ってきましたね、このギターね、はい、これねこれすごいよね、これでよく音出るよね、はい、うんこれ穴が開いてまた、ね、音が出るようになる感じです ね、あ、ここはやっぱりギターこうピッキングで開くっていうことですね、うん、これ最初からこう開いてたんだね。これはこれはってね、ラジオお聞きの皆さん分かんないけど、これ動画もね撮ってますしね、今日は先ほどですね、アトランタからもね生放送を聞いてくださってるっていうね、お知らせがありましたけどもですね、アトランタといえば高橋努さんね、お元気でしょうか、ね、うん、また来日をね楽しみにしております。松下利美さんでございます、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もっとこう前によろしくお願いします。いかがでしたか。あ、この間メロン美味しかったね。あ、美味しかった。あれはね、本当に美味しかったね。はい。ね、足別メロン。足別メロン、ね。そう、そう言わないで。そう。足別重要です。昨日、ハムと一緒にね、僕ね、ハム、生ハムメロンのね、メロンをね。おしゃれだね。そう。まあ、ワインがね、合いましょうか。はい。おしゃれだね。もう最近ね、あれだ、僕30年ぶりにね、いただきました。したんで、本当にね、もうしばらくもうあと10年は食べなくていいぐらいのね気持ちになってまいりましたけども、今日はね素敵なお客様お招きいたしました。ご紹介いたしましょう。ため&司のお二人です。イエイ、こんにちは。どうも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 、お久しぶりでございます。どうもお久しぶりでございます。お元気でしょうか。元気、もう元気で、夏場でなんか全然しないですよね。しないでしょ、暇がない。いや、俺クーラー買おうと思ってて、いや今年こそは、でクーラーない生活ってもう20年ぐらいしてるんで、横浜の時はねいらなかったんですよ、風が通るからね、はい、で東京ってねもう地獄みたいなコンクリートジャングルじゃないですか、ね、でもね今年こそはねと思ってたんですけどもね、気がついたらもう涼しくなってきた。もうね、はい、この異常な夏過ごしたらもういいんじゃないですか。ね、もう大丈夫だね。もう何があっても、まだこれから厳しく、これからかな。クーラーっていうか、なんか最近こういう箱型のすごく部屋を冷やしてくれるのがあるらしいんですよ。エアコンみたいなその暑い、そんなちっちゃい熱気も出ないし、いいのがあるらしい。へえ、そうなんだ。あなたでお教えします。ちっちゃいのでそんな冷える、そうそう、なんか海外で作ったやつらしいけど、本当すごいらしいですよ。エアコンいらないなんて。あと冷解とつながると結構涼しくなりますね。出ましたか。うちはそうですか。やっぱりそう、冷解とね、一応冷解とつながってますから冷たい世界ってことですか。すごい世界。すごいね。だからうちもクーラー全然使ってないですね。大体さっきからクーラークーラーって言うけどね、昔の人はクーラーって言うんだよ。最近はエアコンですね。そうなんだ。年が分かるね。クーラークーラーってそれで通用しちゃうと。クーラーじゃないのね。エアコンディション。そう。うちでクーラーって言うと笑われるもん俺。マジで。ともちゃんに何やクーラー。そうなんだ。そうそう。恥ずかしいこと俺フェイスブック書いちゃった。いや別にいいんじゃないの。クーラー。いやだっていまだに俺アベックとか言うよ。アベック。それも言わないね。気持ちが悪いアベックがいましてね。アベックね。だってでも年が分かっていいですよね。ね。最近はなんていうの。コッパンつってたら血のパンツだよ。あ、コッパンね。コッパン。コットンパンツ。あ、コットンパンツね。コッパン。血のパンとか言うね。うんうんうん。いろいろそんな買ってきてますね。そうそう。何の話だったっけ。ということでね、今日アメタメさん、アメタメさんじゃなくてね、早速これでございます。アメタメになっちゃうよね、なんかね。アメタメ。いや、ね、どうでしょうか。何。いや、鬼殺し。鬼殺し。そうそう。その鬼殺しがなんか今出てこなかったね。ちょうど今週入ってて、本当ね、ラッキーなことにね、よかったですよ。来週の土曜日、そうそうそう、25日。あ、早速の宣伝からいきましょうか。あ、すいません。あ、すいません。25日、25日土曜日、鬼殺しブルースバンドっていうね、バンドを結成してですね25年経ってしまいましたね。
この、あの鬼殺しブルースバンドのこの2人がですね、まあ、ギターとあのボーカルでハープとボーカルっていうね、トゥインボーカルになっておりますけども、はい、これはもう長いですよね。横浜中心ですかね。横浜、そうだね、一応横浜のブルースバンドっていうふうに歌っております。なるほど。僕もね、あの一回あの、ね、鬼殺しブルースバンドと一緒にねジョイントさせていただいて、うん、もうやっぱ、うん、バンドっていうかね、なんかこう長くやってるっていう、こうなんかこうほらあうんの呼吸みたいのあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのがねやっぱバンドってあるよね、うん、長くやってる、うん、そこはだからすごく楽だったり、うん、ね、うん、そういう何も言わなくてももうおーおーおーってやってくれるから、そうなんだよね、うんうんうん、素晴らしいと思いますけどもですね、あのどうでしょう皆様、他のあのドラムの方とかベースの方とかね、あのいらっしゃいますけども、みんなお元気でね、みんな元気でしょう、なんとかねライブが合わないんだよね、合わない、まあでもベースのやつが元気だと思います。ドラマはどうかこの暑さですからね、分かんないですけど、早速ねじゃあ、はい、今日生演奏で ね、 そうですね、やってみますか、じゃあお二人もね、行きましょうか、キーはいいですね、はい、いいですかちょっと面白いですね今日ね、いやいきなりじゃ行きますんで、はい、適当についてきて、わかりました、Oh baby, honey, you don't have to go. Oh baby, you don't have to go. I wanna pick up that end.ご機嫌なね、あのブルースから行きましたけどもですね、うん、ちょっと音痴でしたなんでいきなり淀行くわけね、そう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 、いきなり淀に行くっていうのがねいや生演奏というかね、生放送の ね、 いいところですね、いいですよね、いかがでしょう、その鬼殺しブルースバンド今までやってきて、なんかそのいろんな思い出があると思うんですけども、どういう感じですか、その結構バンドの危機みたいなのありましたか、バンドの危機、いっぱいあったね、あ危機ね、あまあドラムとベースが出たり入ったり、あそうなの、最初はあの違う方だったんですか、まあこのメンバーなんですけど、出たり入ったりっていうか
もうダメかもしれないみたいな、うんうん、あそういう時もあった。あとベースのやつが一回ちょっとメジャーデビューして、うん、したんだけどね、うん、そうなの、うん、メジャーデビューしてあれだったんですけど、うん、でもなんだかんだでやってたんだよね、それだけかな、うん、でももういいって他の人頼んでたじゃんね、うん、ベースの人、まあいろいろ次の人探しつつ、うん、いろんな人来てもらって、うん、そういうこともあったんだよね、うんうんうん、まんまと帰ってきちゃいましたよ。まんませっかくデビューしたのに。え、それバンドで、うん、バンドで、あ、まあ、女の子がボーカルの、ね、あそういう、あ、そうか、そうか、そう、まあブルースバンドやりながらそういうのもやってたもんね。なるほどね。それでまたこう落ち着いて今の形が、そうですね、まあでもそれぞれその鬼殺しブルースバンドっていうのは母体になってて、それぞれの活動ってあるじゃないですか。まあまあ塚さんもね、あの桜田さんとやったりとかいろんな形でね、和田静雄さんとかね、あのエディさんとかもたまにねやりますよね。鬼殺しでエディさんのバッキングとかっていうのもある。もちろんやってますね。そういうのもあるんでしょう、あります、あります。で、アミタメはね、タメちゃんアミタメ、それからいろいろね、アミタメ版、アミタメ中、そうそうですね、あの中さんと一緒にね、今度アミタメ中でここ来ましょうね。あ、そうね、中、ね、さんほら北九州の、そうそうそうね、そうそうそう、もうあの人と会うとなんかね、初めて会ってももう昔から知ってたの感じするよね、あのなんか包容力、うんうんうん、人間的ななんかこうほわーんと包まれるような感じでね、うんうん、優しい人だから本当にね。そうですね、そうだね、北九州にああいう穏やかな人あんまりいないんですよ、うん、もう激しい感じの、気の荒いとこですからね、あの限界そうだしね、そう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 、波も荒いが気も荒い、そう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 いうことですけども、それでね、あの今ねご紹介いただきましたけども、はい、この サムズアップで、はい、25周年記念の、はい、ライブがありますよね、はい、これ8月25日土曜日、はい、横浜サムズアップですね、もうゲスト多数、多数です、いろんな方がねいらっしゃると思うんですけど、はい、楽しみにしておきましょう、これは予約とかあるんですか。予約、そうですね、していただいたら、あの前売りの料金で押さえておきますので、はい、連絡いただけると。お店の電話番号とか、お店でもいいですし、ご紹介しましょうか、ね、お店、これ横浜サムズアップですね、横浜045-314-8705、横浜045-314-8705、これサムズアップのね、はい、あのここで、ご予約できると思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ前売り3000円でね、当日3500円というふうになっておりますけどもですね、はい、できればね、あのご予約いただきたいと思います、はい、嬉しいですね、T シャツも作ってますんで、ね、T シャツ新しいの作ったの、また作りましたんで、これいいですよね。塚田君でもそれが前のやつ、これはあの20周年の時に作ったんです、ね、あ、そうなんだ、でも塚田君もあのそれシャツとかってあれでしょ、なんか特注、今日はこれはお着物ですね、お着物、うん、着物のあれだよね、それもう袋の形見ですね、これね。それ何作ってもらうの。そう、あの知り合いの、人がいまして、もうこれ 5着目ぐらいです。素敵だなとか思って ね、うん、あ、それはいいよね。母、そういう人がいるんだ、母が、ね、いや、うちの母がね、やっぱりあのデザイナーで洋服作ってたのよ、うん、だからそれ見るとね、僕ちっちゃい頃からあの作ってもらってて、普通の小学生って僕らの頃ってあんまりほらそういうこと、うん、オーダーとかないじゃない、その当時からね、あのリバーシブルのコートとかね作ってくれてたのよ、そういうの思い出すよね、すごい、あの、うん、もうおしゃれ、ハイセンスかなうだもんなって初めて聞いたよ、初めて聞いた場合、ハイセンスかなう、いや本当その、あの屋号がそうだったのよ、ハイセンスやもんね、ハイセンスやら今頃言わんもんね、やっぱ能形やけんね、ハイセンスかなうって言われる、カリスマかなうじゃなくて、うん、そうそうそうもうね、そういうことがありましたけどもですね、今日はお便りは来てないですかね。来てないみたいですね。来てる感じ、どっかに迷い込んでるかもしれないですけど、ちょっと今現れてない、チェックしてもね、おかしい、ブルースマンに手紙は届かないのよ。いやいや、きっとね、どっかに来てるかもしれないですけどね。17日来た、ミキさん、あ、来ましたか。
それちょっとこれプリントアウトしなきゃいけないんでね、これあの毎週ねやっぱりそうやってこうメールファックスいただくんですけどもですね、本当にありがたいと思いますが、はいはい、来ました来ましたか、いや今ねプリントアウトじゃあしましょうということで、これも生放送ね、今ねつとむさんからまたメール来たよ、来た、いきなり名前あのご紹介してありがとうございます、アトランタからこれもうアトランタですね、アトランタからですね、すごいよ、はい、そうそう、ということで、ご紹介しましょう、ね、山田さんありがとうございます、はいはい、じゃあすいません、はい、皆さんこんにち は,、はい、こんにちは、少しずつですが過ごしやすくなってきている感じがしますね、とはいえ最近のゲリラ豪雨は昔の夕立の、夕立のレベルではなく、うん、雷なんか本当に怖いと思います、あちょっと読んでて、俺メガネ忘れてきた今日のゲストはタメ&つかさのお二人ですね、お帰りなさいませ、はいはい、カナオさんの今後のゲストの紹介の投稿を見てから嬉しくて楽しみにしておりました、つかささんのハーモニカの出音の気持ちよさ、はい、タメさんのギターのタイム感とハイトーンの歌も、まさに聞きたいなって思ったタイミングでの再出演が嬉しくてたまらんとです、今日ももう会話もいらんくらいのお三方とのリラックスタイムを楽しんでくださいあんまり皆さんが博多に来てくれんもんやけん、もうそのうちこっちが行くしかないかなと思っております、たまには来てね番組に、ね、はいはい、あかなお様鉄バッテンって書いてますね、何がん、あのミキさんがね今ちょっと話が合わない、はいはい、うん、来てください、あ、はい、これが好き、はい、リクエスト、うん、ゲストのお二人、Ain't Nobody's Business Hold On、 バラードバラードですね、聞きたいけど何でも OK、 Ain't Nobody Business とかもやってる、やりますよ、カナさん、ファニーエンジェル、うん、だけど何でも OK、ファニーエンジェル、俺の心がなんか読めそうな感じの、ね、読まれてる、ね、そうそう、うん、PS、タメさんは3週間前に愛香ちゃんが話題に出してたからくしゃみ出たんじゃないですか、だって3週間前、うん、なんだ、愛香ちゃん、愛香ちゃん来たんね、九州にいた、ちゃんと来たのよ、あのラジオにね、うんうんうん、その時出た、あ、見た目って、あ、そういうのいたねってなんで、ね、カナオさんには会えるけど他の方々は、一ちょん会えないんで、そのうちこっちから会いに行くしかないかなと思っています、ね、たまには来てください、みゆきさん、うん、ラジオに、で呼んで、ね、うん、ぜひ、ね、呼んでってことはあごしつきで呼んでくださいね、司君は行く、福岡あんまり行かないよね、平戸に親戚がいるんで、あ、この前結婚した、そうそうそう、なんか、うん、そうそう、親戚がいますんで、たまに行ってますけどね、うん、福岡でライブとかは そんなに、いや、そういうんじゃない、そういうんじゃない、あ、そういうんじゃない、平戸はいいとこね、平戸ね、なんかね、そ、まあ、福岡のね、ファンの方もね、こういうラジオをね、聞いてね、みんな知ってくださるっていうのはいいですね。ね、うん、だからあのね、この間僕びっくりして、フェイスブックとかにも上げたんだけど、そのハーピストのね、まあ、小手ちゃんもそうだけども、いろんな方と出会いがね、僕はなんかこうすごく最近あって、まあ、今度10月にも来ますけども、そのテックス、中村さんね、もういろんなね、方を見てるとそれぞれ全く違うね、あ、なんかね、色がね、あんなに違うのかと思って、最近つくづくまたね、改めてね、すごいなとか思って、その色が出るっていうかね、もちろん他の楽器もそうかもしれないけども、ハーモニカってものすごく違うでしょ、あ、うん、なんかこうタイミングとか、そう、音色もそうだし、こうその人の個性というか、こう性格とか、そこまでなんか出てくるよね、うん、なんかそんな感じがするよ、ね、僕の場合はただ不器用なだけなんですけどね、いや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 、でもほら、あなたは自分で歌うから、僕はあなたとやるときにはね、歌いやすいのよ、あー、なるほどね、愛の手がいいとこに入るのねの手、そうそう、だから自分で歌う人とあるじゃない、うんうん、ギター弾く人でも自分で歌う人と、ギターだけの人とまたね、ちょっと違ってくるかもしれないし、そこら辺が絶妙にね、やってて楽しいなと思います、ありがとうございます、ということでですね、今日は、つかす、タメ&つかさのね、お二人ですけどもですね、ミキさんのリクエストは何かありましたな、エノバディビジネスの方ちょっとやる、やってみる、ちょっとだけでいいよ、ちょっとだけ、ちょっとだけでいいのか、ちょっとだけでいいのか、
歌いたかったよね。やがましか。好きなんだ。If you do, 今度やろうこれ、ね。I got it。あ、失礼しました。エントノーバーディービジネスね。うん、はい、でもあれですか、そのブルースバンドを結成したっていうあの最初の頃っていうのは、うん、なんかあったの？そうなんですよ。もうここで何回言ったか言ったっけ？あの新庄すぐそばの新庄ありますよね。武蔵新庄。新庄、はいはい、そこのあの工事現場でですね。おうおう、2人でこう、うん、働いてた時。でその時にあの、まあ、もうブルあのお互いミュージシャンっていうことをしてたんですけど、はいはいはい、ブルースバンドやりたいねなんて話をしてて、へえ、でね、それが今に至ってるわけですね。それから25年も続くっていうのはね、すごいよね。その、うん、何やっぱこう長く続く秘訣みたいのあるの？まあ夫婦生活もそうだけどね。いや気が俺あんまり長く続かないんだよね。いやなんかやっぱそういう思いやりみたいなのあるんです。どうなの？いやみんな優しいは優しいと思いますけどね。なんだろう、あんまり干渉しないことですかね。そうですね。あ、なるほど、うん、そうだね。最初のうちあの、うん、そのやる曲とかね、それに関しては、うん、いやいやいや言うけど、だんだんなんか言わなくなって、うん、勝手にやれ、いやいや、うん、あいいや、それでいいみたいな。要するにレコード通りでなくていいみたいな、うん、まあそれでいいと思うんですけど、うん、で割と自由にみんな話し合い、全員話し合いだから、うんうん、うまくいけばまあいいし、うん、ひどいこともあります。うん、なるほどね。まあなんとかねいけてね。そうだね。そうそう。うん、でもブルースってずっとこう 波があったじゃん。昔は結構そのブームって関西ブルース系の、ね、方たちもいたし。うん、僕はもう真っ只中だったから。うん、そうだよね。うん、それでそれからずっとまたそれを続けるっていうのはね。好きだし、あの根っこにあるもんだからね、うん、割と意外と流行りには左右されないし、うんうんうん。でも今若い子が増えてきたじゃん。うん、そうそう。最近は ね、ま、若い人たちがね。うんうんうん、ブルース、あの北九州でも大阪でも盛り上がってるでしょ、若い子がみんなスーツ着ちゃって、そうなんだ、特に九州はね、そうそう、スーツが多いんだよね、スーツ、うん、スーツがシャレトーって言われる、シャレトー、うん、いや僕も本当はね、このバンドは そういうそっち系で行きたかったんですよ。ああ、なるほど、ね、だけどみんななんかバラバラなんかいいやみたいな、うん、なかなか最初はスーツなんか買えないという、ね、今なんか安いもんね。ああ、そうかね。一回そういうのやる、今度俺は全然たまにはやろうよ。25周年周年やるわ。いやでもこのね、なんかこうバラバラ感がいいと思うよ。これスーツ着てたらなんかね、鬼殺しっぽくないもん。まあそうですね。なんかこれスーツ着てよく写真あるじゃん、おしゃれな、ちょっとバッグなんかこう、こう色ね、こう白い感じでさ、でもみんなバチッとスーツっていうあるけど、なんかそれだと埋もれちゃうよね。こっちの個性があるよ、なんか一人飲んでるし、飲んでる、ああ飲んでるね。なんかね、このポスターも素敵ですけどですね、ということでですね、うん、あ、そう、ノバデビジネスはちょっととか言ってたね、ちょっとで、はい、そういえばなんかあのアレサ・フランクリンがね、そうなんですよ、お亡くなりになりましたけど、本当にですね、お亡くなりになりましたね、なんかこう残念ですけどもね、もうその音楽 の、 その特に歌とかに関しては僕にとっては神様みたいな、うん、なるほど、ね、たくさんいますけどね、はいはいはい、そういう音楽の神様でも、あの人もその一人で非常に残念です、うん、日本についぞ来てくれなかったから、うん、あ、来てないのね、あの人飛行機嫌いやね、あ、そうなんことね、まあ、そういうふうに僕は聞いてますけど、本当に、うん、で向こうへ行って見なきゃねえなんて言ってるうちにね、うん、こうなっちゃいますけど、まあ、76歳、まだ早いですね、76歳、うん、10年はいけるブルース・ブラザーズもね、あのワンシーン、そうそう、あれが強烈だった ね、 あ、 そうだね、うん、あれで知った人も多いと思いますけどね、うん、でも若い方たちってやっぱあの映画の影響が大きいでしょ、大きいですよね、うんうん、多分世界的にだと思いますよ、どうですか、これ隠しちゃった。でどこで入ってるか。え、頭だけ？ちょっとやってみる、なんか。ちょっとね、頭だけ。歌詞わかる。捧げましょうか。2行だけ。
あれしましたけれども、さっき喋っちゃったじゃん。喋っちゃって、ね、この後みんなですね、あのコーラスをしてあげれば、アリさんも喜んでくれるかなと思います。You make me feel, you make me feel. やっぱりまで宣言だよ。You make me feel like a natural woman.いたします、はい、ということでですね、まあ、最近僕もあの年頃というかあの周りの方たちがね、あのそ割と早く行ってしまうことが、ね、多くなっちゃって、あのそれこそね結婚式が多かったのにね、まあ、最近そうじゃなくてね、白いネクタイしなくなったでしょ。そうそう、そういうことが多い年になるんだけども、むしろ余計ねこういう今の出会いをねあの大事にしなきゃなとか思ってね、うん、思ってますよね。だからこうやって音楽魂もね、あの10年支えていただいたねゲストの皆様とかね、あのスポンサー様にね本当に感謝申し上げます。あのリスナーの方もね増えてきましたよね。海外とかのね方もダイレクトに聞けるっていうね。最初始めた頃サイマルラジオとかなかったから誰も、うん、あのね山田さんね最初はねあのいろいろ考えたよ。いやもうこうエリアが狭いから、じゃあ川崎市だけですか。市だけ、川崎も広いから、だからそれでも狭かったのよね。だからあのこれはねこうそのどこ向いてしゃべどこ向いて歌ってるのかっていうのもこう思ってたし、でもやっぱこれ続けていくとねだんだん広がってきて、あのサイマルラジオもできてね、であのスマホとかでも今聞けるようになりましたのでね、あのだんだん広がってまいりました。やっぱりいろいろ皆様のねおかげで、今は高嶋誠さんをはじめね松下利美さんもねいろいろね、ご協力いただきましてね、長い間お世話になりました。これからですか。独立したとや
ということで ね、あの、まあ、鬼殺しのこのライブスケジュールってこの後少しまた聞いておきましょうか。そう、この25周年マンスといいますか、はいはい、そのわけです。その8月25日に横浜サムズアップで大々的にやって、はいはい、うん、その翌週の金曜日31日、うん、大船ハニービーでもそのまあ一環で、あ、あのハニービー、はいはい、25周年記念のライブ、うん、ゲストもちょっと来ていただいて、うんうん、やる。それいつですか？それが31日金曜日です、うん、それいつですかって俺聞くとうまいでしょっていうか最初にもう言ってんだけどいやでもね、何回も言う、そうするとこれはこれは失礼しました。で、あともう一個あるんです。はいはいはい、来月9月29日の土曜日、うん、学芸大学、あ、学芸大学、はい、うん、まあ、名古屋でいう学芸大学、あ、名古屋で、メイプルハウスで、メイプルハウス、はい、はい、それも記念でそのやります。ここもゲスト来てもらおうと思っています。はい、はい、この3本で25周年バシバシと、うん、全員、はい、全部来てくれた方にはあの夏休みのハンコみたいに半紙とか文鎮とかあげようかなと。文鎮懐かしくないラジオ体操のハンコみたいな。なるほどね、あのお楽しみいただきたいと思います。はい、ぜひぜひいらしてください、ね、よろしくお願いします。まあでもそれぞれ別のライブとかもあって月結構ライブ本数多いんじゃないですかね。そうですね、まあ、ありますけどね、今日はもうそれは折り込みだけにしようっつって、そうですね、ここはもう見ないとわからないっていう、まあ、あのそれぞれの Facebook、まあね、ホームページとかね、そういうのね見ていただけるとね、はい、やっぱりあの素晴らしいよね、やっぱ実力派というかね、あのそういうあの、まあ、今までのこうキャリアがね、あのあってラジオでもなんか全然お聞きの皆さんもね、あの気持ちよくね聞いていただけると思いますけどもですね、お二人のね生演奏まだ続けますか、ね、今日割と曲やってる方だよね、うん、今日あ曲、うん、曲やっぱ、うん、あ僕の告知19日あ、そう僕の告知はあさってか、あさってあジョンジョンでね投げ銭ライブやりますね、僕自分のでこれたけしと2人で、うん、あの現あ早起きロッカーのおたけびっていうね2人とまず早いんでね、あの早起きロッカーのおたけびジョンジョンっていうのはね、あそこ安藤さんと話してたら、うん、投げ銭ってあそこから始まったんだよね。あ、そうなの。そう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 。うん。それでね、あの投げ銭のメッカになっておりますけどもね、あそこからね、うん、始めたっていうね。あそこもあのミュージシャンがみんな出たがるもんだから、うんうん、ずっと先になっちゃうの次。半年に一回だよね。半年に一回ぐらいになっちゃうよね。あ、そう。9月16日。16日。つかさく？あ、そうかそうかそうか。9月16日。まあ俺もあっけど、うん、わかんないよ、もう見ないよ。俺もやるな。最初はあれだよね。全員やってる。マコちゃんいつなの？忘れちゃった。10月とか。ジョンジョンのライブ。いつだっけ？ね、9月？9月かな。雑談。9月やるの？ちょっと知らない。雑談ラジオなんですよ。まあいいや。雑談ラジオ。ラジオだから、まあ、もう雑談。あ、今日お客さんの紹介しとこう。ちょっと塚君からちょっと。僕の友達のハーモニカプレイヤーの、ね。はい。大ちゃん。大ちゃん。どうもどうもどうも。ご無沙汰です。ご無沙汰です。ご近所さんで毎度どうも。ちょっとご紹介ください。あ、ちょっと前で田中さん、田中さん、田中さん、ね、田中さん、前以前もねあの来ていただいてね、ちょやっぱりあれですか、そのアミタメとかそういう、ね、あの方たちのファンでいらっしゃいますかね。言いづらいよね。いや、まあ、誰のってのは言いづらい。ああ、そうか、皆さん、皆さんのね。ああ、ありがとうございます。そういう時はラジオのって言っていただけます。ラジオのファンだったね。うまいね。うまいよね。ね、あ、俺ねジョンジョンね、うん、9月2日にやる。あ、じゃあもうすぐじゃない？9月2日、うん、もうすぐ、ね、もうすぐじゃないですかね。もうすぐだね、来週、再来週だ。おお、ね、それソロでやるの？そうです。あ、僕ソロで、うん、俺の2週前だ、うん、2週前2週前じゃあ来年だ、温めときますということでね、じゃあ何か行きますか、生演奏。生演奏さっきの今度は誰が、あ、じゃあ僕が、うん、じゃあ25周年ということで、はいはい、鬼殺しの結成当時からずっと歌ってきた打ち上げ帰ろうという、あ、これ鬼殺しブルースバンドで最初歌ってたんだ、うん、そう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 、オリジナル、あ、そうか、そうか、打ち上げ帰ろう、打ち上げ帰ろう、ね、やりましょうか、うん、
ちなみにキーは A です。 A ですか、はい。A ですね。じゃあ適当にベタやな。いろんなこと
ということでですね、鬼殺しブルースバンドの家へ帰ろうね、どうですか、タメちゃんとその司さんと2人で、うん、あのこうよく交互に歌うじゃない、うんうんうん、それはどう、そのなんていうか声質がまた全然違う感じだから ねでもね、あのラジオこの番組、うん、そっくりな声する時あるね、うん、みたいなね、そう2人が言われたこともある、声似てるね、見るのがね、うん、似てきちゃうんじゃん、夫婦みたいなもんね、顔も似てきた、顔も似てくるの、顔も四角いのよ似てきた似てきた、俺の芝はほんま似るのがね、うん、どうなのかね、ただあのハーモニーをするときなんかは、例えば無意識でも、うん、こう混じらせようとかするとだんだん似てきちゃったりするのはあるかもしれないですね、そうだね、やっぱ、うん、ほら声質がまるっきり違ってたら、うん、なかなか同じ音でもあの、まあね、強調しないじゃない、混じりにくかったりする、ね、でどっかにこうちょっとお互いにこう、うん、ね、そのまあいろいろ発声とかあるんですけど、コーラスはコーラスで、うん、そういうのを意識すると違う声ならなんかうまいこと言ってんだよこの人たちみたいな、夫婦みたいなもんですからね、なるほどね僕もあの結婚20年なんですけど、ほうほうほう、こっち25周年ですからねそうだよね、私の方が長いよね、私も、ね、私の方が司のことはあんたよりよく知ってんだよねえ、やだな、嫁さんよりもね長いっていうね、そう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 、そういうことね、ねえ、そう、まあ、そんなこと言うと、あのうちの嫁なんか俺より司の方が付き合い長いですよ、そう、えそうなんだ、そうだったの、まあ、1年ぐらいですけどね、あそっかそっか、そうなんだ、ちょっと噂もあったりとかして噂あったのていうか最初は あの子狙ってんだなと思ったあそうなんだ、かわいい子言うんだよ、連れてきたから、うん、あそうなのそうなの、ほう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 したんだけど、うん、なんだかな、なんだかな、そういうことがあったんだそう、でもね大体ねバンドで問題っていうのは、あ金か女だからねそれ大体ね、うん、揉めるよね、うん、でもそれもスムーズにね言ってるんだね秘訣なんだよねそれね、うん、まあね、うん、まあまあ流れって言うんでしょうか ねあるしやっぱ川ね、うん、音楽の川の流れね、あの音楽の川の流れにってね、あのじゃ あ, あの、うん、ミキさんのリクエストでじゃあ俺歌おうかな、全部しょう、うん、なんだっけ、パニーエンジェル来てる、行きますか、パニーエンジェル、コーラスなんですが、あここで大丈夫です、いいですか、はい、あの大丈夫ですよ、出ます、でまあ行きますか、大丈夫I'm not afraid to die.
田のみきさんのリクエストにお答えしましたファニーエンジェルですけどですね、ということでもあっという間のまだ時間ありますか早いですねまだ早いですね、まあでも言い残すことありましょうか8月25日、土曜日サムズアップですね、鬼殺しブルースバンド25周年、記念ライブパーティーになっておりますけどもですね、はい、これ当日3000円、ね、あ当日3500円、前売りが3000円ですね、はい、これ19時半からスタートになっております。ご予約いただきたいと思います、はい、横浜0453148705という横浜0453148705、これサムズアップの方ですね、ご予約いただきたいと思います、はいはい、ぜひ最後になんかちょこっと時間あるけどなんかあれそのいやちょこっとだとねなんかちょこっとやりづらい何も考えてなかった意外と出てこないもんでね、いや、この沈黙がダメなんですよ。3秒ルールはありますけど。あれ77いきませんか77。77温度？77温度はちょっと時間ないかもしれないけど、いやちょこっと行きますか77。行きます。もう。不良中年。逃げない。不良中年のすすめ。はい。1、2、3、4。俺は負けないぜ叩かれた分だけ強くなれるのさ嫌われても逃げられても俺はめげないぜ振られた分だけ強くなれるのさ
はい、ということでね、ぴったりいい感じで終わりましたけどもですね、カノンプロの音楽魂、本日のゲスト、タメ&司のお二人でした。ありがとうございました。鬼殺しブルースバンドですね、よろしくお願いいたします。高島子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。松下どっちみさん、ありがとうございました。動画のキキさんもありがとうございました。ありがとうございました。お客さんの大ちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 あたりを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ、不屈の山に見る季節は巡り色変える街。 Ah, Riverside, my hometown。 今また生まれ変わるさ。祝う祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。